玉貝敏夫です。75歳です。年齢の詐称はしておりません。今回ですね、蓮舫さんが、都知事選に立候補するというのを聞いてですね、それから自民党も候補者を出せないということで、いわばあまり左翼が立ってない普通の保守系の都民がですね、これでは何か投票する人いなくなるんじゃないかという思いで、よし、私が出てやろうということを決断したということであります。で、蓮舫さんは2番でいいみたいですから、私は1番になりたいと思って頑張ります。で、都知事として公約みたいなものをですね、明らかにしたいんですが、まだ公約というところまで詰め切れていないんで、私が今都知事になったら何をやりたいかというふうに考えていることをですね、ちょっと皆さんにお話をしたいと思います。一つはですね、災害に強い東京を作るというふうに思っています。これはこの 2,30 年ですね、日本は非常に災害が多いということで、今年ももう年の初めに能登で地震があってですね、この能登と同じような地震がですね、首都直下型地震がもし東京であったらですね、おそらく首都機能が麻痺してしまうような事態になるんじゃないかなと。で、それを防ぐようなですね、やっぱり災害に強い東京の街を作りたいというふうに思います。そのために水とか食料とかですね、1週間分ぐらいは備蓄する体制が必要なのかなと。それから簡易トイレであるとか毛布とかですね、さらには今東京はその電線が全部地上ですよね。ほとんど十数パーセントしか地中化されてないということで、世界の主要都市と比べてもですね、この電線の地中化が遅れてるんじゃないかと。これが災害時に大問題になるんじゃないかというふうに思ってましてですね、この電線の地中化を進めたいな。さらにこの地震の時のですね、被害、もう火災による被害が大変多いんですね。だから地震を感知したら、その自動的に電源をカットする、感震ブレーカーというのをですね、隣の建物には設置していくような方策を取りたいなというふうに思っています。で、さらに公の機関だけではですね、災害を防ぐということはなかなか難しいだろうと思ってですね、消防団みたいなものを編成できないのかなと。で、予備自衛官という制度がありますけども、予備消防官みたいな制度があって、でこの人たちがですね、年に何日かは訓練を受けて、災害の時はそれぞれの地域のですね、指導者として頑張るというふうな体制が取れないかなと。で、これがよその国にとっての民間防衛的な体制の強化にも役立つのかなというふうに思います。それから2つ目はですね、日本はアメリカとの戦争に負けて、間もなく80年になるのにですね、まだ国家の自立ができてないと。で、その一番大きなものはですね、やっぱり日本軍を取り戻せていないということなんですね。自衛隊が憲法上正規日本軍と位置づけられていない。で、そのために世界の軍は国際法で動く。しかし日本の自衛隊だけが国際法で動けない。で、そのためにですね、いろいろイラクに自衛隊を派遣する、インド洋に派遣する、あるいは尖閣でですね、中国の船が来た時に自衛隊が対処すると、いうことができないということですよね。で、この、占領憲法、アメリカが作ったですね、今の日本国憲法、日本占領基本法みたいなものがですね、そのままあると。で、今、岸田総理もこの憲法改正を任期中にやると言っているわけですけども、ちっとも進まない。で、これは憲法96条で国会議員の3分の2が発議をして、そして、国民の過半数の賛同を得て改正ができると。で、この手順ではですね、なかなか今、日本で実現するのは難しいんではないかと私は思います。で、石原慎太郎
元知事がですね、生きている時よく話していたんですけどもね、私もまあ全く同感なんですけれども、占領憲法の無効宣言は国会でやってもらったらどうかと。で、それはまあ過半数でできることだからですね、この国のやる無効宣言を目指して、まあ、行動していきたいなというふうに思ってます。で、まあ、私がこういうことを言うとですね、田母神はガチガチで固いやつだなというふうに思われることが多いんですけど、私は本当にいい人なんです、うん、それから教育でですね、やっぱり将来を担う子どもたちがですね、日本は悪い国だと、ろくな国じゃなかったと、いろんな教育を受けて大人になるとですね、やっぱり誇りと自信を持った日本人が育たないですよね。で、戦後ずっとそれやってきたから、政治家でも財界人でも教育をする人でもですね、自虐史観にまあ絡まれた人が私は多いというふうに思ってます。そういうことで、この自虐史観を修正するためのですね、教育をまあ重視していきたいなと。さらにこの教科書改革なんかもですね、なんか悪口ばかり書いてあるような教科書が、まあ、多く選択されるようなのも本当直さなきゃいけないんじゃないかというふうに思ってます。で、教育の根本はですね、やっぱり人を作るということですから、道徳教育がですね、もっと重視されてしかるべきだと私は思ってます。だから教育直後とかですね、終身の教科書とか、まあ、なんか右翼の代表みたいな、この怖いもんだというふうに言われてますけども、ね、まあ、批判している人のほとんどがですね、これ読んでないんですよね、ほとんど。教育直後なんか読んでみたらですね、別に悪いことなんか何も書いてないですね。ごく普通のことですね。それから、終身の教科書なんかも、本当はいいこと書いてあると思いますね。そういうことで、まあ、人間ができていくんじゃないかと。人間も教えられなければですね、他人に対する思いやりというのは生じないわけですよね。だから、教えて初めて他人に対する思いやりが生じる。まあ、それが、人間を作るための教育、道徳教育ではないかなと。今の日本の教育は知識の教育に偏りすぎてんじゃないかというふうに思ってます。それから国旗とか国家もですね、きちんと尊重されるような教育をしていくべきだと思ってます。それからですね、まあ、占領下で強制された一つのものとしてね、大麻ですね。大麻は薬物ということでですね、指定されてますけども、薬物は、まあ、これもちろん法律違反ですからやることはできませんけれども、大麻を栽培するのはですね、これ都道府県知事の承認なんですよね。だから都道府県知事が大麻を作ることを申請があって承認をすれば、東京だって農地がいっぱい入ってるから大麻を作ることはできるわけです。大麻ができればですね、薬物として使うのは違法ですけど、まあ、衣類とかそんなものにはですね、需要はあってですね、日本は昔から台湾はずっと戦争に負けるまで使ってましたから、これもですね、まあ、占領下でアメリカに強制された一つのですね、名残ですから、台湾の栽培がもし申請があった場合はですね、私はこれは承認していこう、許可していこうというふうに思ってます。そういうことで、1つ目は災害に強い東京を作る、2つ目はですね、まあ、東京がですね、国家の自立を追求する中心になって、まあ、頑張っていきたいということ。で、3つ目はですね、都民税の減税をしたいと思います。で、これも減税の中身についてはですね、まあ、今いろいろ勉強中ですけれども、東京はよその県に比べればですね、財政的には余裕があるんで、減税はできると思うんですね。そして国民あるいは都民の生活が苦しいときは、税金を集めてですね、何か事業をやることよりはですね、初めから税金を取らないこと、税率を下げてやることがですね、国民都民の生活を豊かにすると私は思います。そういうことで、この都民税の減税をですね、これから研究をしてですね、ぜひとも実行したいなというふうに思ってます。次にですね、見直すべき事項がまあいくつかあるのかなと。その代表はですね、来年5月からソーラーパネルが義務付けられると、新築住宅とかにですね。この本当にやるんですかと。今私この間ですね、東京から東関東自動車道成田空港に向かった
これ千葉県の中入ったらですね、もう緑の野山が見えないほど騒乱パレードなんですよね。でこんなことしていいのかなという思いを実は私は持ってます。でこれを東京都がですね、ソーラーパネル条例を作って義務付けてですね、それで本当に安全なんですかと。能登半島地震ではですね、原発は全く被害を受けませんね。だけどソーラーパネルの被害は相当ありますよね。あんまり報道されませんけど。で、現地の人から私いろいろ聞いたら、まあ、壊れてもですね、太陽光が当たったら発電を続けるから、なかなか近づけないらしいんですよね。だから原発が危なくてソーラーパネルが安全だというのもちょっと違うんではないかと。しかもソーラーパネルの 90% 以上は中国で作っているということですね。中国を動けさせるためにソーラーパネルで省エネ、再エネ賦課金とか電気料も上がるしですね、こういうこともまあ本当に続けていくんですかと。やっぱり都民の生活を守るために電気料だって下げなきゃいけないし、でそういう意味ではですね、ソーラーパネルに期待しすぎてんじゃないかと、今の日本はですね。だからこれをなんとかちょっと縮小の方向に私は持っていくべきではないかと考えています。それから外国人をですね、日本は昔まあ豊かな国になって、そしてあまり生活的に恵まれない外国人が日本に来ることが多かったからですね、外国人を非常に、まあ、日本国に比べると優遇しているような状況があるわけですよね。だからこれも見直して、今日本もそんなに裕福とは言えない状況になっているわけですから、まあ今衰退途上国だと思います日本は。だからその日本をとにかく強い国にしてもらわなきゃいけませんけれどもですね、でそういう中でその外国人に対する生活保護とかはですね、見直すべきだし、現在なんか外国人が起業した場合に、まあ、1500万円の都が補助金を出すとかいうのもですね、なんか見直したらいいんじゃないのかなというふうに私は思います。それからあとはですね、今WHO がですね、パンデミック条約とか、それから国際保健規則、これを作ってですね、WHO の指示で全世界が動くというふうなことを、まあ、祈祷している人たちがいるわけですよね。で私と今後ですね、日比谷の野外音楽堂で開かれているこの WHO のですね、このワクチン強制、これに反対するこの国民運動ですね、5万人ぐらい集まってますよ、外まで、駅前まで集まってるんだから。だけど、あんまりマスコミの取材もないようなんですけどですね、ワクチンで結局超過死亡してるんじゃないかというお医者さんがいるわけですよね。でこの3年ぐらいでですね、毎年30万人40万人ぐらいですね、死ななくていい人が死んでる、それはワクチンじゃないかと言ってる人がいるにもかかわらず、それが拒否できない体制になっちゃう。で昨日地方自治法がまた衆議院を通過してですね、でこれ参議院に回るんだと思いますけどもですね、もうぜひ参議院で私は潰してもらいたいなと思ってますね。このワクチン政策で打ちたくない人まで強制的にワクチンを打たせると。今現在コロナワクチンもですね、世界でどんどん打ってるのは日本だけですよね。予想は打てないのに、なんで日本人だけそのワクチンを打たされるんだということですよね。で、また、まあ、これにまとわって WHO がさらに推進して LGBT を、まあ、進めるというかですね、これも私はちょっと方向としては間違ってんじゃないかというふうに思います。で、その見直すべき事項として、まあ、そういったことを考えています。これを、まあ、国にも働きかけていきたいなというふうに思います。で最後にですね、今まあ、都民の意見をですね、広く、まあ、都庁を聞いているとは思うんですけど、ね、今、まあ、AI ができてましたんですね。AI にを使ってですね、広く都民の意見を聞いて、それを、まあ、AI を使ってまとめて、そして、可能なものを政策に反映していきたい、いわゆる都民の声が届く政治を実行したいというふうに思います。とりあえず私の方からは以上です。説明は。
ではちょっと幹事社から、生年月日。はい、私は1948年、昭和23年の7月22日で、今75歳です。年齢の詐称はありません。あと、お肩書きって、お肩書き、まあ、記事に書くてお肩書きって、ちょっと声が小さいですね。あ、声小さい。ここ入ってるんだ。お肩書きですね。肩書き。肩書き、あ、ご自身の。私の肩書き、はい、元航空幕僚長でよろしいでしょうか。元航空幕僚長は間違いないです。はい、それから選挙出る際に、政治団体、ご自身であるか分かりませんけど、政治団体から出るのか、それと もう完全に無所属で出るのか、はい、そのあたり教えていただけますか。ああ、今、完全に無所属で出るものというふうに思ってます。はい、分かりました。はい、では、幹事社からは以上です。皆さん、お願いします。はい、あそこにマイクがある。はい、あ、どうですか。すみません。TBS の田原と申します、はい、今の完全無所属という話だったんですが、はい、どこかの政党から支援なり推薦を受ける予定もないということでよろしいですか。今まだ受けることになってませんけれども、今から出てくるかもしれませんね。出てくる可能性があるとするとどちらになりそうですか。私は参政党ができた時からね、参政党の顧問をしてたんですよ。ずっと参政党が行ってくる可能性はありますね。あと保守党なんかも考え方は一緒なんですから、ひょっとしたら入ってくるか、それとも気に入らないから、まあ、なんか派手だと保守党仲悪いらしいから、そういうことで支援しないとかいうことはあるかもしれませんね。こちらから頼んで応援してくれということはありません。だから応援してくれるんだったらよろしくお願いしますということですね。ぜひ皆さんに取っていただきたいという体制で臨んでおります。あ、すみません。じゃあ現状、その参政党さんや、保守党、日本保守党さんと何かコンタクトを取っているとかっていう話はないということですね。日本保守党さんとは取ってません、全く。もし仮に向こうから来れば、やぶさかではないということを。まあ、そうですね。はいはい。ありがとうございます。フランス店の及川と申します。2点お伺いしたいと思います。はい、1点目は現在の小池都政をどうご覧になっているか、はい、その評価を伺いたいと思います。はい、もう1点目が田母神さん、まあ、真の保守でいらっしゃいますけども、小池百合子都知事も、まあ、保守を歌っていますが、はいはい、彼女は本当本間ものの保守か愛国者かどうお考えになるか、以上2点伺いたいと思います。はい、小池都政はですね、まあ、あんまりうまくいってないんじゃないかなというふうに評価しています。で、私はまあ、ちょっと中国にね近すぎるんじゃないのかなと。それはコロナの時の防護服をね、東京で使うのを削って中国にも寄付したりね、するし、それからなんか言ってることがね、言われてることが本当に富を守る、日本を守るという意識がちょっと低いのかなというふうに私は感じています。ひょっとしたら私の受け取り方が間違っているかもしれないけど、私としてはそう感じています。あ、最後に一問、はい、もし討論会があったときに、うん、小池百合子都知事には何を突っ込みたいと思いますか。どうしてそんなにソーラーパネル頑張るんですかということを言いたいですね。うん、ありがとうございます。はいはい、
ありがとうございます、はい、NHK の生田と言います、はい、まあ、選挙戦戦う中で、まあ、どういうふうに例えば SNS を活用するとかですとか、はいはい、それどういうふうにこう選挙戦戦っていきたいか、そういう戦略みたいなのがあれば教えてください。はい、使えるものは何でも使えますね。だから SNS なんか当然使うし、うちの彼なんかはうちの私を助けてくれてますけど、もともと専門家ですから、SNS なんかはもう完全に使っていくというふうに思います。はい、あとですね、今回玉見敏夫を都知事にというようななんか運動が昨年末ぐらいから自然発生を2か所ぐらいしまして、その中で賛同していただいている、大学生とか、20代の方々とか、そういう方々がかなり我々に背中を押していただいているので、そういう若い力を活用させていただきながら、運動を、していきたいと考えています。ありがとうございます。その若い方に、はい、まあ、力を借りて、はい、それはまあ若い世代もこう支持を得られるようにさらに取り組んでいくという理解でいいですかね。そうですね、はい、従前の支持者の方々とプラス若い人というイメージでした。ありがとうございます、はい。フリーランスライターの畠山と申します。よろしくお願いします。3点伺いたいんですけれども、はいはい、1つずつ伺っていきます。玉上さんは以前、もう選挙には出ないっていうことをおっしゃってたかと思うんですけれども、そのお考えが変わったのは何かきっかけがあったのかということを教えてください。はい、当時ですね、この裁判に巻き込まれるとかこういうことがあってですね、もうやってられないなという気持ちになったことが事実ですね。で、もうこんなことやめて、もう自分のためだけに生きようという気持ちになってました。で、その時私がどういう言葉を選挙でないと吐いたのかちょっと覚えてませんけれども、その石原さんなんかと、まあ、会うことがよくあってですね、石原さんが諦めちゃダメだよということをね、まあ、すごく言われてですね、特に航空自衛隊なんだから一旦飛び上がったらもう飛び続けるんだというようなことを言われてですね、まあ、そういうこともあるかなというふうに、まあ、思いながらその数年過ごしてきたんですけども、まあ、今回いろいろ出ないかという強い押しもあってですね、まあ、それではちょっともう一回頑張ってみるかと、まあ、一番影響が大きかったのは石原さんの影響が大きかったかと思います。はい、分かりました、ありがとうございます。2つ目です。都知事として実施したいと考えていることっていうのが、たくさん、お示しいただいたんですけれども、はいはい、この中で、玉上さんならでは、はい、それから玉上さんらしいなと、ご自身が一番思う、はい、政策っていうのはどれになりますでしょうか。やっぱり国家の自立ですね。国家の自立で、そしてこの東京がまあ日本の中心だから、東京が動くことによってですね、国も動く可能性が大きいんじゃないかというふうに私は思います。だからそういう中でもう本当に憲法改正も、これも石原さんがよく言われたことですけど、現憲法を無効宣言するしかね、憲法改正の道はないんだと。で、まあ私もそれ同感ですね。でもなかなか自民党からも憲法無効宣言が出てこないし、教育直後が国会で無効決議されて無効になったんだから、現憲法だって無効決議すればいいんじゃないかということですよね。まして占領下で決められてるから、国際法上は無効なんだからということですね。で、この国家の自立に向けて、この教育の正常化とか道徳教育を強化とかですね、いうのが、まあ、私の特色かなと。特にあんまり都民の皆さんも知らないね、大麻を栽培しようとしたら、都知事が許可するとできるんですよ。でも今、各都道府県で申請はあちこちあるらしいんですけれども、都道府県知事が大麻って聞いただけでね、もうビビっちゃってね、栽培の許可を出さないという例が多いんだそうです。だから、その許可が出ればね、大麻はいろいろ薬物でない使い方が昔から日本はしてるから、できるということだと思います。
かりました。日本、占領憲法の無効化宣言を目指し、行動とあるんですけれども、その行動っていうのは具体的にはどういうことになりますか。これはですね、まずそういう日本を自立させるためにね、東京都の行動にどうしたらいいかというような、諮問委員会みたいなのを作るとかですね、あるいは誰か研究集団にですね、予算をつけて研究してもらうとか、そういうことをやっていこうかなと思います。わかりました、ありがとうございます。最後、今回挑戦するにあたって賞賛はどれくらいあるとご自身ではお考えでしょうか。賞賛は、51% ぐらいあるんじゃないかと。 51%、 これから誰か新しいとか出てくるのかどうか分かりませんけども、蓮舫さんは2番でいいって言ってるのか、私は1番になりたいですね。はい、分かりました、ありがとうございます。企画にね、先ほど の石原さんに諦めちゃダメだよって、その一度飛び上がったらうぬって話をされたのは何年ぐらいの裁判確定した後ですかね。そうですね、裁判というか、私がこのトラブルに巻き込まれた頃から言われてましたけども、裁判がですね、終わってからも言われたと思いますね。2016年ぐらいですかね。はい、ありがとうございます。はい、よろしいでしょうか。朝日新聞の試合というのをよろしくお願いします。税金は豊かになるわけない、税金安くしたら豊かになるわけですから、それからあと災害に強い東京を作ると、これは一旦災害が起きるまではね、なかなかね、あんなでやる必要ないんじゃないかとみんな思うわけですよね。じゃあ一旦起きちゃったらね、東京が大震災の被害を受けたらね、本当に日本が麻痺しちゃうと思うんですよね。だからそうならないために、事前からですね、やっぱり災害に強い町を作っておかなきゃいけないんじゃないかというふうに思っています。ありがとうございます。今年見習いチャンネルの理事と申します。質問2点ほどございます。現在の東京都知事であられる小池百合子さん、小池さんの在任期間中に、ちょっともうちょっと大きく言ってくれますか。はい、小池都知事の在任中に、はい、石原慎太郎都知事時代の貯蓄、1000億近い934億5000万円を使い果たしたと、ちょっと一時情報の確認ができておりませんが、このようにネットでは話題になっています。まずこの財政、こちらをどう思われるか、特にこのコロナ禍の対策にかなりのお金を使われたということで、都民は非常に困っているかと思います。2点目、石原慎太郎都知事の在任期間中、尖閣諸島の購入を検討するということで非常に話題になりました。東京都の都知事になられるということは、国政ではなくても国政なりの影響力があると思いますが、そういった意味でこの国をどのように変えていきたいと思われているか教えていただきたいと思います。はい、予算は小池知事が使われて、減ってるのかもしれませんけれども、予算というのは残しておいてもしょうがないんですよね。だから何か今あることよりも、なんか緊急事態が起きたときにですね、すぐに処置できないようでも困るからですね、そのために何かが起きたとき使う予算というのはですね、少しやっぱり予備費として考えておく必要があると思うんですね。だけど予備費が多すぎてですね、いっぱい予備費があって余裕があるとかいうようなことはですね、その都民生活から見たら本当にバカなことですよね。それを使うようにした方がいいと思いますね。それから国が、
どういう国だったかな。どういう方ですか、ね、はい、私はですね、やっぱり日本が自立した国になることをやっぱり望みますね。日本は今例えば自衛隊もですね、アメリカの戦闘機、アメリカのミサイルシステム、アメリカの情報交換装置とかを使ってるんですよね。で、これはアメリカの暗号解析でもつながってますから、アメリカが意地悪しようとしたら日本自衛隊は相当戦力ダウンしちゃうんですよね。で、アメリカが協力的であれば自衛隊は世界でも相当強い軍だと思います。だけどそういう状態になってるからですね、アメリカの強い要求を日本が断ることできないですよね。だから国家が自立していくというためにはですね、やっぱりまず主要な戦闘機とかミサイルシステムとかそういったものの国産化から始めなきゃいけない。で、自分の国を自分で守るということを歴代総理は皆さん言われます。所信表明だとかですね。でも具体的にそっちの方向に動いた方ほとんどないんですよね。ほとんどない。だから、やっぱり自分の国が自分で守れるというのは国産の主要な兵器を作れるという能力を持たなければダメですよね。で、アメリカを日本はずっと当てにしてきましたけども、ウクライナの戦争なんか見ればですね、ロシアとはアメリカは戦わないといけない、バイデン政権はね。それはロシアは核武装国だから、アメリカとロシアが戦争を始めたら、エスカレートして核戦争になると。だからアメリカは戦争には参加しないんだと。武器の支援はするけど言ってますよね。だからこれ核武装国中国が日本を攻撃したときに、アメリカは日米安保に基づいて助けてくれるんだから、助けないということをバイデン政権は宣言したいと思うんですよ。そしたら自分の国は自分で守る体制を作らなきゃいけない。で、その時岸田総理はね、世界の核廃絶の先頭に立つと言ってますけど、私はちょっと違うんじゃないのかなと。やっぱり核兵器についても日本が抑止する体制を作らなきゃいけない。で、戦後の日本は軍事力を強くすると戦争になると教えてきたわけですよね。軍事力を強くするのはですね、戦争しないためなんです。強い国とか強い人に飛びかかることはないんですね。だからプロレスラーに飛びかかるばかりいないんですよ。だから軍事力が強いということは戦争を起こさせないということなんですよね。だからそういう意味で軍事的に強くなって、で、自分の国自分で守れる体制になって初めてそのアメリカの意を忖度しない政治ができるのではないか。それが自立国家だと思います。たびたび失礼します、はい、フランス店の及川と申します。2点伺いたいと思います、はい。10年前の都知事選挙では、はい、石原慎太郎さんが何度も応援に入ったし、はい、出馬会見も、はい、お出になりましたけども、はい、田上さんが石原慎太郎さんからどういうことを学んだか、石原さんの実像はどうだったかということを伺いたいのが1点と、うん、まあ、慎太郎さん8月15日に、靖国神社に毎年参拝していましたが、田上さんはどうするか、以上2点伺いたいと思います。はいはい、石原さんはですね、臆せず物を言う人だったと思いますね。憲法無効論もね、尖閣をですね、東京都が買うと、アメリカで、アメリカ行った時にですね、会見の最後に10分ぐらいで宣告したんですね。それだけが取り上げられて、それ以前に実は日本国憲法を無効にしてね、で、新しい憲法を作るために都知事を辞めて国政に復帰したいということを言ってるんですが、まあ、当時それを全く取り上げられなかったというふうに聞いてます。それからだから石原慎太郎さんがどうかっていうと、非常に強い政治家だったんではないかと思います。だからそれが世界の普通の政治家ですね。日本の政治家っていうのはちょっとね、相手に忖度をして弱すぎるんではないかなと。で、弱いっていうのは結局日本には何でもむちゃくちゃ言えと、必ず相手は飲むからというふうに受け取られる。だから
総理が靖国参拝しないとも言うのもね、弱さの象徴だと思うんですね。でこれをあの中国や韓国から見たら、日本には何でもいいから無茶苦茶やと、どんな無茶苦茶でもあいつら必ず最後は飲むからと思われてるんですよね。靖国参拝に用意することはよその国では普通にやってるわけですよ。日本だけできない。だからそれを結局日本がね、本当自分の国益を背負ってちゃんと外交をやるかということの一つの象徴と見られているわけです。で今はその時期でないという人がいます。じゃあいつその時期が来るんですか。これ靖国参拝を総理が始めたらね、必ず一旦大揉めしますよ。だけどそこを乗り越えない限りね、この日本を取り戻すことはできないんじゃないかと私は思います。で石原さんから学んだのはこの強さですね。でもう一つはですね、靖国参拝を私するかどうか、当たり前でしょ、しますよ私は。ありがとうございます、はい、どうぞ、はい、あ、すいません、あの講談社フライデーの記者の岩崎と申します、はい、あのすみません、あの減税とか大麻とかそういうその日々の生活を守るとか、その知事の権限にできることは、あの、まあ、分かるんですけども、外交安全保障ってそのこう国の分野であって、はいはい、都知事が直に影響を及ぼしづらい分野だと思うんですけども、そこの整合性といいますか、そのこう都知事国政になるのは分かるんですけども、その都知事に出て外交安全保障というのは どういうことでしょうかって。だから外交はですね、それは国の、まあ、戦艦事項だと思いますね。でも東京都知事にはですね、あの各国の大使は挨拶に来るし、あの皆さんとそういうあるよその国のね、要人と話をする機会も多いわけですよね。だから私は その場でね、いろいろ行動することはできるんじゃないかというふうに思っています。だ特にあの都知事だから外交に関与できないということはないと思います。もちろん国と調整しながらやることですよね。はい。はい。あ、陶芸のテレビのあれでございます。すみません。一つ目の災害に強い東京を作るという、ことなんですけど、これというのはもう、元ちょっと、玉川さん自身の航空幕僚長時代のなんか、その思い出とか、ノウハウとか。あ、聞こえますか？はい。一つ目の災害に強い東京を作るというのはマニフェストなんですけど、はい、これはあの自身の航空幕僚長時代の経験とかそういう知見とかそういうのを生かしたっていうことですか。はい、災害に強い東京を作るというのにはですね、私の、まあ、40年間の自衛官としてのですね、勤務経験とか知見は生かせるのではないかというふうに思います。もちろんもう時代も変わってますからですね、それは現在の職務についている自衛官とか消防の方とか警察の方とかですね、いろんな方の意見は当然聞きながら決めていきますけれども、私自身の知見も生かせるんではないかなというふうには思います。すいません、そうそう、はい、すいません、最後にします。あ、すいません、フリーライターの畠山と申しますけれども、先ほど、女性の記者の方が質問されたことの関連なんですけど、その時核兵器のことについて少しおっしゃってましたけれども、はいはい、核兵器についての玉上さんのお考えっていうのを伺っていいですか。私は日本も核武装すべきだと思っています。核武装をしないとですね、やっぱり国際政治の場でですね、発言力は核武装国並みにはならないですよね。だから核武装を私日本もね追求したらいいんじゃないかと。でまだ日本の国民とかにもまだアレルギーがあるかもしれません。でも総理がですね、やっぱり私は国民に対してね、いや核武装しないとアメリカの核抑止ってウクライナ見たら成り立たないでしょう。そんなことをね、もっと働きかけたらいいんじゃないかと思うんですね。で日本国民はまあ、世界でも知識レベルはみんな高いわけですから、総理とかがですね、きちんと国民に対して発信すればですね、理解はするんではないかと私は思います。だからいきなり核武装するぞって決めるんではなくて、まず国民の説得から始めたらいいと思いますね。はい、ありがとうございます。すみません、
追加で1点確認なんですけれども、NHK の生田です。先ほど参政党や保守党などからもし支援のお知れがあれば受けるというお考え、おっしゃっていましたけれども、仮に例えばこれ公認で出てほしいみたいな話があった場合は、その方から公認で出るという可能性はあるんでしょうか。どこかから申し出があったらですね、公認は受けるかと。その時はこれはね、今は家庭の問題ですよね。国会答弁に習って答えれば、家庭の問題には一切答えできません。よろしいでしょうか。ちょっとごめんなさい、私から確認なんですけど、はい、こちらって公約ではない、公約ではない、こちらは。公約としてですね、公表するには、これをベースにしますけども、ちょっともっと分かりやすい形にしたいと思います。ただごめんなさい、ちょっと申し上げて、過去のことを確認したいんですけど、都知事選に立候補されたのは2014年だったんですけど、有罪判決受けられて、公民権停止されたと思うんですけど、公民権はもう復活されてるというのは間違いない。去年の12月26日でですね、5年間の執行猶予が終わりまして、今はやっとフリーノになりましたね。はい、はい、分かりました。では、これで終わりにしたいかと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。この後ちょっと撮影、写真撮影をいたします。私は本当に柔らかないい人ですから、よろしくお願いします。